あの、さっきもかけてるんですけど、継ぎはぎであちこちちょっと、はい、お口開けてください。口元美容、香りです。前歯ってむっちゃくちゃ自分の顔の印象に影響してるんよ。だからさ、前歯が黒いだけでさ、なんとなく年を取って見えたり、不潔そうに見えたり、印象を与えへん。それがやな、白く綺麗になっただけで、なんか若返ったんちゃうのっていう感じで、見た目ってすっごい大事やで、ね。だから前歯2本、めちゃくちゃ重要やで、ね、綺麗に保ってや。今日は前歯がもう継ぎはぎの爪もんで茶色くなってしまっている人、36歳。この男性の前歯綺麗にしてみました。あの、さっきもかけてるんですけど、継ぎはぎであちこちちょっと、はい、黒なったりしてきてるんで、全体に触っていきますね。はい、はい、最初にやってちょっとずつちゃうからさ。大綺麗になりましたね。うん、これで印象って変わっていくと思うんですよ。今までのね、ちょっと茶色になってる歯と違って、どんどん頑張っていきましょう。はい。いかがでしたか。だいぶ変わるんよ、印象が。こんなに変わるんやったら、前歯だけでも綺麗にしとかなって思うじゃないですか。ほんまに顔の一部やからね、美しく見えるように日々努力してね。チャンネル登録お願いします。高評価ボタンもよろしくです。